でね、オタマジャクシはね、水の中に適応した生活をしてますでしょ、彼らは。オタマジャクシ尻尾あるでしょ、大きく。で、それをこう動いて、自分の好きなとこ行きますね。その尻尾を、あれどうなるの？だん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 大きくなってきます。手や足ができてきます。あの尻尾はどうなるんですか？落ちるんですか？スポッと落ちて。何かの餌になりますか？うん、どうだと思いますか？尻尾。縮む？ん？縮む。縮む。切れたの見たことないです。オタマジャクシよくね、うちで昔ちっちゃい時飼ってる時に。ああ、それも今度見ましょうか。はい。うん。で、どうなるんだと思いましたね、僕は。うん、今はね、良くなりましてね。もう、尻尾の分子に印をつけるんですよ。分子っていうのは小さいですよ。ね、絵に描くと簡単ですけど、そんなにね、すぐに磨けられるもんじゃないです。そういうのがね、印がつけられるようになってきたら、その印がこうどこ行くかっていうのを見た人がいるんです。そう、ぐーっと動いていって。オタマジャクシがカエルにならなきゃいけないんです。カエルになるためにはまた手や足が頑丈にならなきゃいけない。そうすると、手や足をもっと大きくする成分になるんですね。だから無駄じゃないんですよ、あれ。ちょうどね、娘がね、生まれた頃でした。僕は卵のね、いじってましてね。で、それを研究室の片方の棚に置いといたんです。そしたらね、そこは見事に、ね、出てるんですよ。ああ、そうか、これこうなのか、こうなの、ああ、なるほど、面白いなと思ってね、そしたら小さなカエルが出来上がるんですよ。そうね、それをこうやって見てたと、手も足も目も口もちゃんとね、陸上生活ができるような体になってるんですよ。これは面白いなと思ったら、そこにね、広告代理店の、ね、友達が来まして、あと面白いよこれ、面白いよ、面白いだろ、これね、尻尾がどうなるかを見たんだよって言ったら、これ使わせてくれるから、あ、面白いね、これがね、ちゃんと動く絵をしてね、なんかそこをよし、やろうってね。それで、これコマーシャル使ったんですよ。それで、その子ガエルがね、一生懸命奮闘して皮を捕まえてむしゃむしゃ食べて、この世の中が綺麗になるっていうコマーシャル作った。本当ですか。そしたらこれを受けましてね、その時のコマーシャルの日本の賞をもらったんです。見たいですね。それで僕はコマーシャルを作るようになりまして、うん、コマーシャルに対してのね、アレルギーがなくなったんです。コマーシャルだけどね、いや、売るためのもんじゃねえやってね、馬鹿にする人もいました。でもね、真剣に見るとね、コマーシャルどれもね、すごく面白い仕組みになってるんですね、うん。それを、オタマジャクシがカエルになるのを細かく撮ったんですか？撮ったんですよ、もちろん。尻尾がこうだんだん消えていって、足が出てきて、そうです。さあ、ちゃんとカエルになっていくのを撮って、で、そのカエルが餌を取るのも撮って。そうです。何分ぐらいのあれですか？もう1分です。1分ぐらい、それを。うん、テレビで流したんですか？流したんですよ。流したんですか？うん。ああ、見たいですね。それはね、ある会社のね、口笛やるの。シューってやるとね、コロンとかえ、ハエなんか死んじゃうでしょ。はい、それのコマーシャルで使えたりとかね。で、賞を取りまして、その人がね、ずっと僕とつかず離れずね、40年ぐらい仕事しました。大きな広告代理店のね、部長さんになりましたよ。尻尾は、そしたら、縮むっていうより吸収されるって考え、そっちに近いかな。そうです。吸収されるのに近い。はい、吸収されて材料は他の材料に使われる。足とか、はい、手になる。無駄ないですね。なるほど。